縦四方型の基本形縦四方型は、柔道の固め技のそもそも込み技の一つ。行動官や国際柔道連盟での正式名。愛不略号、TSG。相手の上半身にまたがって抑え込む技。基本型は、仰向けの相手の胴に、両足でまたいだ。馬乗り状態から胸を密着させ、両腕で、相手の頭を抱え押さえ込む。相手の首や肩を腕で。 相手の両足を足でコントロールし、ブリッジや足を絡む動きを封じる。またがっていても相手の足の方を向いて抑え込む場合は、方上四法型となる。相手の両腕が足の下にある場合は、そもそも込み技として認められない。ブラジリアン柔術でもマウントポジションとしてはポイントは得られない。アドバンテージは得られる。方立て法型は両腕で相手の頭を抱えず、 片方の肩もしくは、腕を抱え、やや自らタスキ型になって押さえる縦四方肩腕固め縦四方腕固め縦四方は、腕座腕で肩を掛けながらの方縦四方肩片足を絡まれた、ハーフマウントから、腕座腕で肩を掛け始め、抑え込みに入っていく場合もある。また、そのまま腕座腕で肩に極める場合もある。S 字マウント S 字マウントは、 相手の左腕を制しながら、左足を相手の右肩と頭の間まで踏み込んだ、方立て四方肩。映像資料、行動感柔道固め技分類と名称で、柏崎勝彦の試合映像を含め紹介されている。シバロックシバロックとは仰向けになった相手の右腕を固めながら、相手の右側面について抑え込む、方立て四方肩。その際に、相手の背後に、 自らの両足が入り込んだ状態になる。この抑え込みは縦四方型に分類される。国士館大学の学生によって開発されたと言われている。なお、2018年から愛婦は腕を覆わない形の芝ロックを認めなくなった。別名4869。クリップ縦四方型の一種三角絞り平洋縦四方型。相手は全三角絞りに対し、 タップアウトをしている。三角絞り併用縦四方型は、全三角絞りをかけながら押さえる縦四方型。胸を相手に密着させずに手を畳みについたりして、返されないようにする。そのまま、前三角絞りで参ったを取っても良い。ひっくり返された場合は、全三角絞りで参ったを狙う。七大柔道では、下からの全三角絞りから逆転した形は、 そもそも込み技として認められない。ブラジリアン柔術では、マウントポジションとして、ポイントもアドバンテージも得られない。柔道かわいしメソッドでは通常とは両足を左右逆に組んだ三角絞り平洋縦四方肩を、縦三角肩と紹介している。肩肩平洋縦四方肩は、肩肩のように相手の片腕と頭を抱えながら、押さえる縦四方肩映像作品。 行動間柔道固め技分類と名称では縦、四方型の一種だとしている。足三角からの縦四方型とは、ひらめになった相手の背後から両足を、自らの両足で絡ませながら、相手を仰向けに横転させ返して、自らの両足を持ち上げ、相手の両足が効かないようにして抑え込む技。軌道真珠や他白未来が多用することで知られる。縦四方型は、 ブラジリアン柔術、総合格闘技では、マウントポジションと呼ばれている。マウントポジションは、打撃技、締め技、関節技へ展開し子や、タップアウトを狙うための体制のため、抑え込み続けることを目的とする場合と違い、胸の密着をさせないことが多い。詳細は、グラウンドポジションを参照されたい。ありがとうございます。